ハディチョーパン、本当におめでとうございます。新しいミスターオリンピアオープンボディビルチャンピオンに輝きました新チャンピオンが皆さん誕生いたしました。こんにちは、おはようございます、こんばんは、ハトクマです。ビッグラミー3連覇、これをねかなり多くの方が期待していたんではないでしょうか。優勝予想でもほとんどの方がビッグラミーと見ていたんではないでしょうか。ハトクマは少なくともそう思ってました。彼が予選から出てきて真ん中にいない、端にいる時もビッグラミー圧勝すぎるからもう端にいて2位からその下を決めてるんだと思い込んでました。ビッグラミー敗れると、ビッグラミー最終結果は5位でございます。ハディチョーパン、そしてねデレク・ランスフォードがトップ2ですよ。皆さんすごいよね。さらに本当にハニー・ランボットが今年はもう絶対一番のコーチだと思うんですけど、このハニー・ランボットのクライアントがオープンボディビルで1、2を争うっていうね、もう本当にすごいですよねと。もう2人とも完璧な体でね、もう誰よりもすごい体で出てたと思います。そしてねニック・ウォーカー3位ですよ。昨年のトップ5から3位にグワッと食い込んできました。でもこれが一番嬉しいです。ハトクマはニック・ウォーカーがブランドン・カリーも倒して昨年の5位から上がった、ニック・ウォーカーは昨年5位になってから昨年負けた選手たちを絶対来年は倒すと、体進化させて出てくると言ってビッグラミーブランドン・カリー倒しました。ハディ・チョーパンには惜しくも敗れましたが、来年さらに体を変えてね、もうトップ2、いや優勝、本当にニック・ウォーカー見えてます。それぐらい本当にね体を変えてきて見事なトップ3。そしてブランドン・カリーはニック・ウォーカーをトップ10予想にね確か入れなかったんですよ。でもそれを見てハトクマはニック・ウォーカー頼むからブランドン・カリー倒してくれと、でも凄さを見せつけてやってくれって思って、でも有言実行とかじゃないですけど本当にまあかっこよかったです。ブランドン・カリーもでももちろんねもうすごいかっこよかったし、全部の選手が本当に最高、もうでかくて、まあ、日本と全然違うのはこのオープンボディービルが一番盛り上がるんですよ。オリンピアっていうか世界のボディービルはメンズフィジークじゃない、クラシックでもない、ボディービルが大取りで何よりも一番ブワー盛り上がるんです。これが最高ですよねということで、まあ、各選手をね、見ていきたいと思います。順位ごとに見ていきますが、まずはですね優勝したハディチョーパン、昨年は第3位という結果でした。トップ2にね今年は入るんじゃないかと思ったら優勝しちゃいましたが、そんなハディチョーパン昨年の体と比較いたしますと、絞りは昨年の方が個人的によく見えたんですよね。足のカットの入り方とかこのお腹周り全体の絞れ具合っていうのは去年の方が、あとは腕のね二頭のピークの形とかよりこうパキッと絞れてカットもねより深く出てたんじゃないかなと思いますが、広背筋の広がり方だったりとか大腿四頭筋の外に張り出るこの太さだったりとか、こういったところが昨年より今年の方がより進化してサイズがねついてきたんじゃないかなと。あとはバックポーズですね、絞りが全体的に今年のオリンピアは甘かったんじゃないかという声もありますが、背中もねより広い背中、より分厚い背中がついております。確かに絞りだけを見れば去年の方がよりこう煮詰まったぎゅうぎゅうに詰まった筋肉の見た目っていうところがよりあらわになっていて、ケツとかハムのカットとかを見ても絞れてたとは思うんですけど、ただハディチョーパンやはりサイズというところでどうしても見劣りしてしまう部分とかも、まあ、あって、まあ、トップ3からなかなか上に行けなかった部分あると思うんですけど、そのサイズというところが今年はついて結果優勝しているので、まあ、昨年よりもねかなりいい体だったんじゃないかとハトクマは思っております。そしてニック・ウォーカーもびっくりだけどデレク・ランスフォードでかいと、まあ、やっぱバリバリに絞ったね96キロ以下級の昨年と比べたら正直コンディションはちょっと甘く見えましたが、まあ、それよりもね腕の太さ、この丸々したね3頭もそうだし2頭もそうだし、で背中もともと武器ですがこの背中の厚みっていうのがねより増しているように見えて、顔もなんか成長しているように見えますが全体的なバルクアップっていうのが光っておりました。バックポーズを見てもですね背中の広がりっていうのがすごいし、もちろん左の方がケツのストリエーションを見ても背中のカットを見てもより輪郭もあらわになってメリハリがねすごい体なんですよ。右の方が全体的にちょっとぼやっと見えるんですけど、背中のこの厚みだったりこの密度のある背中っていうのがよりね左よりついてる、腰回りの方まで広背筋下部の方までぎゅうぎゅうに筋肉が詰まっているように見えますし、いきなりトップ2ですから、で優勝もあるんじゃないかと思って今日はいつものカテゴリーよりちょっと長く喋っちゃうと思いますが、もう本当に優勝あるんじゃないかと思ってもう最後までドキドキしてました。これで優勝だったらすごいことだよね、本当にねマスモンスターたちを圧倒するわけですから、絞りとプロポーションでね。
ただまあ今回に関してはやっぱトップ1、2で見るときにハディチョーパンの方がより完成度が高かったのかなというふうに思います。特にバックポーズはね、デレク・ランスフォードも圧巻ですけど、ハディチョーパンも圧巻ですよ。で、デレクよりもワイド感はちょっと薄れますが、厚みとかね、こういったところが本当にすごかった。だから逆にデレク・ランスフォードはここからさらに厚みがね、ついてくれば来年オリンピア取る可能性も大いにあると思いますし、まあトップ5常連に 100% なったと思います。このね、もともと持ってるプロポーションっていうんですか、アウトラインっていうんですか、もうこれはずるいですよ。もう本当にすごい。すごいかっこよすぎますというね、デレク・ランスフォードがいて、ニック・ウォーカーですね。お腹周りをよりタイトにしてきたニック・ウォーカーですが、左のものと比べて、今年の方が、まあ、前腕とか2頭3頭のね、成長も見えるんですけど、やっぱお腹周りですよね。腹筋の立体的な、もうニック・ウォーカーの腹筋で一つ一つがむちゃくちゃ面積広くて、で、これに溝深くついてきたから、もうボッコボッコ盛り上がってて、左の去年のものよりもめっちゃかっこいいんですよね。あとは、まあ、右と左で片足をちょっとつま先立ちにしているからっていうのはあるんですけど、より隙間のない大腿四頭筋の太さっていうのが、まあ、ついてるんじゃないかなと思い、ただですね、ハトクマはこの右の今年のフロントダブルバイよりも、このですね、ちょっとお腹を伸ばした、体を上に伸ばした状態っていうんですかね、こっちの方がより背中の広がりだったりとか迫力がね、こう目立っていて好きでした。ただね、そんなことを言いながら、ちょっとこれびっくりした話なんですけど、ニック・ウォーカーってマスモンスターじゃないですか。で、彼は今回のピープルズチャンピオンって言って、まあファンとかからね、ボディービルファンから一番愛された男になったんですけど、ハディチョーパンもね、取ったことあるんですが、ハディチョーパンめっちゃでかくなってるなって、これを見て改めて思ったんですよね。さっきの自身の比較でもでかくなった感もあるんですけど、サイドチェストを見た時に、ニック・ウォーカー以上になんかこの3頭の張り出しとか、胸のボリュームが目立ってた、あとケツがめっちゃでかいなっていうね。もう下半身の土台がね、本当にハディチョーパンショーパンはしっかりしていて、そこが強みの一つなんですけど、肩とか腕のね、このメリハリっていうところはセパレートされてる部分っていうのはニック・ウォーカーの方が目立つと思うんですけど、ハディチョーパンだからこう見たら本当にサイズ上げてきたんだなって、まあ、感じる。そういう意味ではハディチョーパンもめっちゃ進化してるとは思うんですけど、ただニック・ウォーカーとデレク・ランスフォードのね、進化がすごい目立ちました。で、ブランドン・カリーはちょっと今回コンディションが甘かったのかなっていう気が、しておりますと、昨年左のものと比べると腹筋が全体的にぼやけて見えてしまっていたりとか、2頭のピークっていうのがあまり目立たなかったりとかっていうところですね。ただやっぱりこのコンディションとかでもしっかりとトップ4に入ってくるっていうことは、やっぱ彼の持っているこのアウトラインの美しさ、このウエストからの広背筋の広がり方で、まあ腕の太さ、上半身がとにかく丸々していて、ここの見た目っていうのが本当に審査員から評価されてるんだろうなって改めて思いました。ブランドン・カリーよりも絞り良くて、ブランドン・カリー並みにアウトライン綺麗な選手って今回いっぱいいたと思うんですけど、そんな選手たちよりもやっぱブランドン・カリーが評価されるっていうのは、まあ、知名度もあるのかもしれないですけど、やっぱ強いなっていう印象がありますね。で、バックポーズを見ても、まあ、もちろんブランドン・カリー昨年より筋肉はでかくなってるんですよ。コンディションがちょっと甘く見えたとはいえ、後ろから見るハムなんかもよりなんかこう分厚くなってるように見えますし、広背筋の広がり方っていうのも左のものと比べてよりこうお椀型のように外からぐわーっと大きくね広がっているように見えますし、腕も太くなっているように見えますし、毎年ブランドン・カリーっていうのは数キロ体重を上げてきてるんですけど、まあ、今年も上がってるんでしょうけど、ただまあハトクマ的にはその分ちょっと絞りが甘く見えて、ブランドン・カリーのこの綺麗なね筋肉のカットっていうのが消えちゃってるのがもったいないなっていう気はしたんですけど、皆様はいかがでしょうか。で、ビッグラミーですね。ビッグラミーね、こう映像で見るとやっぱ圧倒的にでかくて、やっぱかっこいいじゃないですか。こんだけでかいとやっぱそれだけで目立つんですよね。で、コンディションがちょっと甘く見えたっていうところあるかもしれないんですけど、足のカットとかを見ると全然そんな感じがしなくて、むしろなんかこう、ストリエーションとかもすごいし、このバックポーズの時のケツのね、カットなんかもしっかりと入ってるし、絞れてるように見える、まあ魔法もあるんですよ。ただ昨年のビッグラミーと比べると、彼もまた全体的にちょっとぼやけて見えていたのかな、フラットに見えていたのかなと。なんかこの、オイリーというかドロッとして見えるというか、なんか質感もちょっと変わったのかなっていう感じで、まあ去年のビッグラミーの方が確かに良かったなとは思うので、まあ致し方ないかなとは思うんですけれども、ただまあまだね引退しなさそうな雰囲気を醸し出しているので、来年カムバックして連覇はあれですけれども3回目の優勝を狙ってほしいなと思っております。で、次が
7位になったハンターラブラダですね。昨年のトップ4だったので一応比較を見たいと思うんですけれども、ただハンターラブラダに関しては昨年と比べて体重を上げてきていて、右の方が、まあ、全体的により分厚く丸っこくなってるんですよね。背中なんかもより広く広がっているように見えますし、足も太くなっているように見えますし、前から見ても横から見ても後ろから見てもハンターラブラダの足っていうのはやっぱ太くてね、土台しっかりしてるんですよね。ふくらはぎもすんごいでかいし。ということで、昨年よりいい体な気もするんですけど、ただ今年の方が、より昨年と比べて進化した選手とか、ハンターラブラダよりも、よりこの筋肉のメリハリがしっかりしてたり、このプロポーションが美しく見えたり、まあそういった選手たちが単純に上に6人いたっていう。ただやっぱちょっとカットが、本人自身もともと見えにくいところが、ちょっと見劣りする部分としてあったのかなという気がしつつということで、まあそんなね、上位選手たちでございました。あとは、サムソン・ダウダですね、オリンピアデビューでトップ6、非常にね、すごい結果でございます。ミロシュコーチのね、とこにいるクライアントですけど、ミロシュマジックなんてね、まあ本当に大量に筋肉をつけて、まあ変わったなっていうね、すんげえでかくなってるなっていう気がしてますね。でかくなってるんですけど、この選手自身が持っている、このアウトラインの美しさ、細いウエスト、広い広背筋、V 字型のね体っていうところで丸々した足を持っていてっていう、ここの美しさは健在なので、だからよりねすごいかっこよく見えるんですけど、ただ筋肉量を増やした分ちょっと絞りっていうところが全体的に甘く見えてしまったのかなっていう気がサムソン・ダウダに関しても、個人的に感じた部分でございました。はい、ということでですね、まあ、オープンボディービル、ビッグラミーがまさかの5位ということで、リアルタイムで見ていた時には嘘だろマジかよって、正直思ったハトクマなんですけれども、ただね、実際改めてこう体見るとどの選手も素晴らしいんですが、その中でも、ハディ・チョーパン、デレク・ランスフォード、ニック・ウォーカー、この3選手がむっちゃ光ってたんじゃないかと思いますし、来年以降もまたね、この3人がオープンボディービルを引っ張ってくるんじゃないかと思うので、今回上位に入れなかったミハル・クリゾとか、イアン・バリエルとかアンドリュー・ジャックドなんかも来年ね、また変わってくると思うので、オープンボディービルはまた順位が読みにくいカテゴリーに戻るんじゃないかなと思っております。今までだったらね、だいたい1位はこの人、トップ5はまあこのメンツの中からまあここでなんか変わるかもしれないよねぐらいだったのが、もうガラッと変わる可能性がね、また来年以降もあると思うので、すごい楽しみなカテゴリーになったなって思うし、やっぱこのオープンボディビルの体が一番憧れるんだよなって思うハトクマでございました。はい、ということで以上でミスターオリンピアオープンボディビルの順位結果、そしてハトクマの簡単な感想は終わりたいと思います。そしてミスターオリンピアの順位結果動画はここで一旦終わりです。もうほんと皆さんね、ミスターオリンピア深夜とかいっぱいありましたけど、お疲れ様でございました。ここから先はですね、まあ、どんな動画を上げようか、逆にハトクマは悩み出しちゃって仕方ないんですけれども、まあ、またいろんな動画を上げたいと思いますので、よければですね、ハトクマチャンネルの登録と高評価のクリック、今後もハトクマの応援のほどよろしくお願いいたします。また皆さん今回の動画に関する感想等ございましたら、概要欄とかコメント欄にガイドライン設けてはおりますが、ぜひどんどんと書いていただければ嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは、バイチャー。